に落としながら、はい、体重左足に乗っながらスッと右足を引き上げる。それがトタタタラ、トタタタラ、せーの、トタタタラ。はい、ゆうきゃんです。自分のクラスは R&B ヒップホップというジャンルで、邦楽、洋楽を、月ごとに変えてやってます。だいたいストレッチから、アイソレーション、リズムトレーニングをやって、1ヶ月で1曲の振り付けをやりますので、ぜひ頭から来てですね、1曲完成した振り付けをみんなで踊れればいいと思います。